どうもこんにちは、イノシンです。今回はサムネとタイトル通り、裏マップの激辛ボーイから横取りチケットが落ちるということで逆襲してきます。まずは1周目、今回はチケットが落ちても100周までして集計します。さすがに1枚は落ちるだろ。周回パーティーはこんな感じで、アーサーでオオカマとベニマルの技を貯めて、あとは貯めたみたい打ってフィニッシュ、って感じです。1周目だけじゃこんなもんですね。では、50周までカット。50周までようやく来ました。今のところドロップしたものは、コイン系ばかりでチケットは、落ちた。このままだと、動画的にも、尺的にもやばいので残り50周、落ちてくれー。残り5周となりました。あ、今のであと4周ですね。今のところチケットはドロップしてません。確率どうなってるんやこのゲーム。社長助けてくれ。はぁ、死ね。残り1周となりました。これで落ちなかったら潔く、検証終了です。こい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 けと知事。はい、終わりでーす。では、集計していきます。お宝は集計対象外です。まずは、色コインが8枚、あとは、ないです。はい、運が悪いのかは、わかりませんがこれ以上は、ドロップしてくれませんでした。これもすべて社長のせいです。悲しい結果となってしまいましたが、これが結果です。では、エンディング。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。落ちたー。実は100周した後に、プラスで27周して、ようやく落ちてくれました。ちなみに、ただいまの時刻、深夜の4時50分となります。正直127周でようやく1枚。やっぱり確率おかし。